皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月20日、14時21分です。今日は、とあるところへ行って、まあ、睡眠薬をもらってきて、まあ、自宅帰ってきた時にボクシングの井上尚弥選手の父親らしき人物が僕はこう階段登っていって、家に入る前ぐらいに、まあ何か声が聞こえて、外を見たら全身黒ずくめの、まあ後ろ姿ですから何とも言えないんですけども、井上尚弥選手のお父さんかと思われる人がいました。で、まあ今日も睡眠不足だったんですけども、まあ大谷翔平選手の結果の出方とかを見た時に何原因なのかはちょっとわからないんですけども、今回はその件とは別件で、ホームページ淡井圭介の履歴の、まあこれ多分裁判になるかスクエアニックスさんに聞いてみたいことです。淡井圭介の人生を少し反映して作ってる可能性が高いという題名のものなんですけども、まあこれ自体は下の方のまあ裁判関係のところに作ってる欄なんですけども、まあ内容見てもらったら分かる通り、多分これ作られる始まりのその原因が2007年から8年フルーツラーパークに、勤務しに戻ったその時ぐらいから、多分このドラッグドラゴンっていうものが作り始められて、まあドラッグって、まあコンピューター系だったら証拠としてこう貼り付けたりするときにこうドラッグするとか、そういうふうな言い方をしますけども、まあ薬という意味もありますし、だからスポーツの勝ち負けだとかエネルギーの残存量問題だとか、あとまあテレビ局は全国放送 NHK を入れると、6つあると、まあそういった内容から考えていったりすると、多分淡井圭介のこと分かっていてこの作品作ってるなと。で、その後ニーヤ・オートマタっていう作品が作られて、その後ニーヤ・オートマタニーヤ・レプリカントっていうものが作られているんですけど、基本的にニーヤっていう存在は最初は男性として登場してるんですけども、そのドラッグドラグーンっていう作品の1から3までの続きなんですけども、その西暦とかで一応表現したりしていて、建物がこう解体されないままほったらかしになってるビルの群れとか、そこから木が生えてるところなどはエネルギーの残存量問題とかを反映したりしてる部分があるんでしょうけども、まあ作品の流れ云々とかで多分違う方向の話にまあ作っていって、まああとはここからアクセスできる動画で一応まあストーリーの解説がされてるんですよ。まあ、YouTube で無料で閲覧できるんですが、だからこの内容を見ると、だから僕がエミールという存在に当てはまると、全て当てはまってくるような形になってるんですよ。でまあそのエミールの方のストーリーを見てみなかったらその全体像がわからないような形になっていて、結局その全部僕の線みたいな形にも見える作品にも見えるんですよ。結局そのまあ今のこの説明だったら動画見てもらったら分かると思うんですけども、エミールの方のストーリーを見ていくと、最終的にエミールっていう存在がまあ最初はまあ実験体とされて、まあ4人部屋の部屋が出てきますけども、まあそこはもうどうせ精神病院のことを反映していると。で、その後まあ
宇宙空間の方に、月の方に人類がまあ逃げるような形でエイリアンが襲来してみたいな話になってるんですけども、その後、まあエミールっていう存在がまあ機械の体になった後、その後もずっと自分の複製をずっと作って作り続けていた、その後でまあニーヤ・オートマッタ・ニーヤ・レプリカントという形で、出てきてると。で、問題なのはその B2 とか、9S に関しては野球のことだと思うんですけども、9に関して。で、S はスモールベースボールのことを言ってるのか何のことかなのかはこれは正直わからないです、あの S の意味に関して。で、 B2 に関しては 2B のことに関してはもうこれもちょっとよくわからないです。だからその後 A2 になった時点で、その多分秋篠宮佳子様の岸宮と淡井圭介の A だと思うんですよ。で、だから女性の方は女性の方で誰か担当者つけてスポーツの勝ち負けしてほしいだとか、まあそういうふうなことを昔言ってたと思うんですけども、その作品がまあ世の中にその売りに出された時期を考えると、このニーヤ・オートマタ・ニーヤ・レプリカント自体がまあかれこれ5年ぐらい前だと思うんですよ。もしかしたらもう少し前かもしれないです。だからまあちょっと問題がありすぎるので、こういうふうなところもちょっと、まあ、まあこれ以前オクタ SD カードで言ってたかもしれないんですけども、そのまあこの間昨日、まあ、警察の方に電話して、まあこれちょっとやりすぎじゃないかということで、まあまあ通報みたいな形で、まあ、伝えさせてもらっています。まあ、もともとは、ロマンシングサガ、ニューストレルソングなどの、そのリメイクの作品から、僕は20歳ぐらいの頃、フルスラバークで、まあ、本格的に、スクエアさんと関わってるんですよ。まあ、エニックスさんとどういうふうな関わり合いがあったかっていうところは、はっきりとは思い出せないんですけども、まあ、スクエニックスを合併させた面白いみたいな話は当時からしてました。それぐらいの話の方が、まあ、会社の合併するときって、面白いとかの話で進めておいた方が、うちうちで、その、喧嘩とかにならないから、そういうふうな方向性の方がいいだとか、まあ、何かそういうふうな話があったような気がします。まだ動画でその内容を確認されてない方は、その辺のところで、だからあんまり深読みすると B2 って、もともと B52 とか爆撃機があって、B 爆弾っていうことを考えたら、沖縄と、沖縄じゃん、沖縄上陸戦です、広島と長崎の原爆投下。誰かはもともと別に女性として当てはまるかどうかで言うと、その前のドラッグドラゴンっていう作品1から3のこう6人の女性0から、5、6までいましたっけ。ちょっと僕もはっきりとは覚えてないんですけども、まあ休みの日にまあしてることって言ったらもう大体こういうことなんですよ。自分がどういうふうに睡眠下でどういうふうに作品に変えられていたかっていう部分のところで、で、
まあ、ニーアオート、また、ニーアレプリカントで出てくる巨大なロボット、まあ、最初見たとき、怖いなっていうような印象を受けるロボットなんですけど、両手が、あれはもう、作眼器になってます。で、まあ、石炭を採掘する現場とか、何かたくさんものを採掘するときに、ああいうふうな巨大なものが、こう、回転して、掘削して、削り取っていくと。そういうふうなエネルギーの残存量問題からで考えていくと、だからまあ悪者側みたいな形でああいうふうなロボットが出てきていると。で、まあその作品自体がエイリアンの襲来みたいな形になってますけども、まあエイリアンのせいにするだとか、まあその手の話でそうなってるだけで、実際はエネルギーの残存量問題は人間の問題であって、で、この作品に関して、淡井圭介と結婚話をしてきた人間のところに関しても、だから目から鼻生えたりしてますけど、まあそれも見たら正直あまり見ていて、どちらかというとグロテスクというか、そちらの方じゃないですか。だけども、まあ、神戸市立ホテルウーストラパークを反映してるような部分があって。なぜスクウェアエニックスさんがこういうふうな作品を作り始めたのかっていうのは全然わからないんですよ。もともとファイナルファンタジーとかロマンシングサガって、ストーリー自体は、こんな、どう言ったらいいんでしょうね、こう精神衛生上悪くなるような作品ではなかったはずだと思うんですね。まあこれもしっかり思い出さなかったりしなかったら、まあその何か動画とか見てどんなストーリーだったかって確認しなかったら思い出しづらいところはあるんですけども、いや、これは露出の部分とかに関してもやりすぎです。もうドラッグドラゴン3のところから。いつの間にか気がついたら、そういうふうな作品になっていたっていうことですね。で、最後、その主人公の女性が、まあ、先ほども言いましたけども、 A2 に何かをこう託すような形っていう、その意味が、まあ、どうとでも受け止めれるといえば受け止めれますし、これだけややこしい問題がたくさん複合的に重なっていきますと。一応、まあ、今日の朝起きたときは、それに顔、こちらの状態は悪くはなかったんですけども、まあ、家帰ってきてから、その階段登った後、そこの家の階段横のところに止まってた車、黒い軽自動車で、なんか不気味な感じがするなという気はしてたんですよ。なんか家だなっていう。で、階段登っていって、で、全身黒ずくめの男性がいて、まあ、多分、薄い、サングラス、真っ黒なサングラスじゃなくて、ちょっとだけこう色がついてるような、眼鏡をつけていて、多分、井上尚弥選手のボクシングの、父親じゃないかなと。まあ、昔、払う払わないの部分で、もう涙流しながら払うっていうことを言ってくれてた人なんですけども、その時は白い服着てたんですよ。で、正直全身黒ずくめで、その人を見た時もなんかこう怖いなっていう感覚があったので、もう家の中入って。ただし、あれ、井上尚弥選手の父親かなっていう状態でも家の中で帰ってきたら、まあ、もう倒れ込んでた状態なんですけども、まあ、その間に顔が変な顔に変わっていまして、その時もまあ思い出した内容とかもいろいろあるんですけども、この内容とはまた違う別件の方です。だからまあ精神的に毎日きつい内容、まあ思い出した内容はベルセルクの方で、去年皇居行った時に帰りの電車の中、気がついた目の前に座ってた女性に関して、ナルトのレッサンスリゾートホテルのイタリアンのレストランで働いていた時の、
2003年のゴールデンウィーク前後の頃です、春休みと。田中美和という名前で勤務してたものなんですけども、その女性がもう髪の毛の色が金髪状態で、長い髪の毛でいつの髪の前に座っていたと。まあ、静岡あたり、静岡県のどっかの駅で、降りていったみたいなんですけども、もうもともとどこの人だったんだろうっていうところで、それも昔フルーツラパークで1998年、7年、6年、それぐらいの頃に勤務してた時に、多分声かけられたことがあります。一応まあナルトのエッサンスリゾートホテル2003年の時は、その田中美和っていう女性の人は、キャプテンランクで働いていて、その時はあの髪の毛、染めてなかったんですよ。ベルセルクという作品によって、その人の顔そっくりで描かれているキャスカというキャラクターがいるんですけど、それ指摘されてから顔変わってるんですよ。あの漫画のキャラクターの顔が変わるときって、もともと模倣してる人物がいて、それバレたときに、バレた、やばい、訴えられる。で、顔の形を変えたりとか、外国人風の顔に変えていたりだとか、その件のことを思い出したりとかして、まあ、それで変な顔になってる時点で、思い出しただけでですよ。だから、なんかちょっと顔に違和感が、一瞬目と目がこう縮まりそうな距離が、まああのおぎやはぎっていう二人組の人たちが昔テレビ出ていましたけども、あのそのメガネ、まあ二人ともメガネかけてるんですけども、背の高い方の人って言ったらいいですかね、どちらがおぎさんでどちらがやはぎさんなのかも忘れましたけども、その人が、まあ、名称が今考えたらあんまり良くないんですけども、電動ジャパニーズっていう形にした方が良かったんですけども、ぶっこみジャパニーズっていう名称で、まあ、テレビ朝日さんの方で、放送されてた内容のものなんですけども、そのテレビに出てる時に、目がこう、だんだん両方の目が離れていくって。で誰かと受け答えをしていて、多分スタジオにいる人じゃない別の人か、もしくはコンピューターの音声だと思うんですけども、自分で自分を直せますかって言われて、直せますって言って、まあ出てるその人は言っていて、まあ顔がこう目がこう離れていくのを元の顔の状態にこう何回も戻していくっていう、そういう映像もまあ見たことがあります。まあ、今日はちょっと阪神タイガースと横浜 DeNA 戦の試合なので、それ、考えたりしただけで軽くオート感が出たりしてるんですね。でこれ最初から日程の組み合わせとかで、僕は阪神タイガース側なのか横浜 DeNA 側なのかはっきりわからない状態で、現在もあると。阪神タイガース側ではあるんですけども、もうこれ、いやもう横浜 DeNA の試合見ながら阪神タイガースの試合勝ち負けしても、もう今も軽くオート感がそれ考えただけでも出てくるんですよ。で、多分何かあるんだと思います。まあ、今日はもうホームページ淡井圭介の日記の一番のところに、10時30分をもちまして、本日の時間付けで、今日はもうスポーツの今日と明日のスポーツの勝ち負けは休みにしますって、記載しています。あ、この辺りです。矛盾する状況が出来上がってるのと、その、まあ、スポーツの勝ち負けとかが理解できる人と理解できない
人によって、まあ、言ってることが気持ちが悪いだとか、そういうふうに誰かが思っていてそうなってるのか、それともただ単に僕の中の矛盾で、そうなってるのか、ちょっとまあよくわからないんですけども、まあとにもかくにも、あまり楽しい話ではないと思います。佳子様にとっても。で、正直今顔を取られてる、佳子様って言っただけで顔を取られてるような気がするんですよ。で、9月2日も、本当はそうなんじゃないかなって一瞬思ったりとかするんですよ。僕は顔作りさせられてるのかなとか、そう思うことはあります。ただ、事実はもうこれだけ話が広がりすぎて、こう思い出したり、こう考えただけで現象が何か発生して、先ほどのその横浜 DeNA 戦と阪神タイガースの試合、阪神タイガース対横浜 DeNA 戦の試合、それを考えただけで軽い音感が出てきてる部分だとか、そういったことを考えると、まあ、だから顔が誰要因なのかとか、まあ、テレビ局の話もそうですけども、結婚話でした人間って数がもともとはたくさんいたわけじゃないですか。でその後も多分淡井圭介を利用して結婚した後も、顔作りのために春山整骨院を出入りしていた者がいたり、この辺りに来たりだとかだと思うんですね。どちらにしても、極端に若返ったりしてますから、顔を見る限りいろんな人が該当します。男性にしても女性にしても。だから、ただ同じパターンにはまり込んでるような気もするんですよ。以前もそうだったと思うんです。その階段上がっていって自分が2階までたどり着いたぐらいに、井上尚弥選手の父親と思われる人が黒い車に乗ってる人物も多分同一人物だと思うんですよ。で、気ぃつけてとか何かそういうようなこと、まあ相手を心配するような言い方で、まあ老人男性なんですけども言って、その人に井上尚弥選手の父親だと思われる人物、正直後頭部からしか見てないですから全然断定できないですよ。頭下げながら声を出して、まあ心の声で合ってるっていうことが聞こえてきてるんですけども、とりあえず黒ずくめの人見ても僕怖いんですよ、正直言いますと。あ、ちょっと今話が広がりすぎて、まあその、まあ、秋篠宮佳子様には、まあ、心の中でも佳子ちゃんとかこうついつい考えてしまったりするんですけども、それでまあ僕の顔は、どっかの誰かに取られて、もしくは佳子ちゃんの方に行ってる、社会的地位云々のことかもしれません。でこれね、僕は自分が被害者だみたいなことを言いたいやつだっていうようなことで、まあ、聞いてる人は聞いてると思うんですけども、まあ、正直視聴回数とか見てもらったら分かる通り、20何回とかで、ほとんどのところ数秒間で終わってるんですよ。記録とか閲覧記録とか、どの動画何秒ぐらい見てるかとか、平均化した数値とか出てきてるんで、それ見て、まあ大体の話みんな最後まで聞いてくれてないんだなっていうことはよく分かります。でそうじゃなくて、これ社会的地位の高い人って、その自分が結婚話した人とかがいたとしてです、まあちょっと、スマートフォンの温度が高温になりすぎたので、撮影が、中断されたんですが、先ほど冷やしてまして、まあ再度撮影してるんですが、その これどうなんですかね、スポーツ業界との関わり合い云々とかで結局僕は顔を取られやすい状況になってるのか、社会的地位の高い人には表立ってのこういうふうな公開する動画で必ず様をつけなければならないだとか、ただ心の声とか
というよりも先ほどの時は頭の中で考えた時のワードですね。これそれでもそういうふうな形になってしまうっていうことまで相手が理解した時に、ああいうふうに何も結婚話の解決とかになるような話だとか、例えば河川水門開式玉発電についてどう考えているだとか、そういうふうなコミュニケーションが一切ないまま、まあ、9月ですか、まあ、佳子さまが来て、あったかどうかで言ったらあったっていうだけの話で、話したかどうかで言うと話は知るだけなんですけども、自分が秋篠宮佳子であるということを、しっかりと名乗っていない、まあ、こちらも淡井圭介ですっていうことを自分からもしかしたら名乗らなきゃならなかったのかもしれませんけども、同じパターンにはまり込んでる部分もそうなんですけど、僕ももうどの件をどういうふうに解決すればいいのか分からないで、ただしその、スクウェア・エニックスさんのファイナルファンタジーシリーズ最新作の累計販売数が下がったりしたのも、その辺のところの話が水面下で広がってとか、それはある程度影響あったのかもしれないです。まあ、今まで作ってきた作品がたくさん世の中に出たりとか、リメイクだとか昔の作品とかをダウンロードできるようにしたりだとか、まあそちらの影響の方が大きいんだと思うんですけども、あとはまあ少子化だとか、世界中少子化のはずですから、でまあやっぱりそのエロ業界の総本山は東京都だっていうことを昔からまあ僕は言ってるわけじゃないですか。でそこにはまあ根拠理由があって、で僕みたいにそのいろんなところを潰し回ってるような人間っていうのがなかなかいないよ。まあ僕だってそんな1年間で何件も対処できるかっていうと、もう自分のことで手いっぱいですから本当は。でまあ、先ほどの、スクウェア・エニックスさん、本社が、東京にあるスクウェア・エニックスさんので、やっぱりもともとそういうふうな業界とテレビ局の人間も、先ほどの続きなんですけども、まあそのああいうふうな作品を作るっていうのは、もうやめてほしいと、まあ、それは、放送界法律業界の人たちや、まあ、テレビ局関係者の人たちもそうなんですけど、なぜアニメ化したのかっていうところで、問題のある作品をなぜアニメ化したのか、多分テレビ局関係者のある程度僕の淡井圭介の履歴を見たことある人間だったら、前半後半と後を書いてないことだとか、その結婚話をしに来た人間は多数いたと。で今までの内容とかを考えたら、これアニメ化したらまずいだろうなっていうのは分かるでしょ。それなぜアニメ化したのかなっていうところで、まあだいぶ疑問が残っています。でやっぱり東京都に本社があると、まあこういうふうになってしまうのかというところと、もともと任天堂さんの方は露出とかが過激な作品っていうのはソフトとして販売してないんですよ、確か。だと思います。まあ全ての作品を網羅したわけじゃないですから、ただまあそういう方向性で、ずっと、動いてらっしゃるはずですから、だから任天堂ステーションみたいな形でその家庭用ゲーム機を統合することによって、そういうふうなソフトメーカーは認めませんよの世界にした方がいいのかもしれないです。まああかんっていうような声は電波で聞こえてきたんですけども、それはもうその人が身勝手に言ってることであって、でそういうふうな部分なしで、まあ、ある程度の売り上げを出せる作品っていうのは、まあ、僕は我が天下や我が天下戦国風で実証してるんですよ。
僕の、アイデアで、作られたゲームですから。だから、まあ、今回の動画に関して、まあ秋篠宮家の人たちにとっては、まあ、あまり知りたくなかった内容かもしれませんし、まあ、ただ本当のことはちゃんと伝えておいた方がいいだろうなっていうことと、ある程度そのオープン化して言わなかったら抑え聞かないんじゃないですか。まあ今合ってるっていう声が聞こえてきてたんですけども、多分そうだと思うんですよ。まあ証拠をばらまくみたいな形かもしれませんけども、あのだからもう、まあ、この間の9人の総裁選の自民党の人たちの加藤さん、元官房長官の加藤さんも、その僕も本当の人口無理な方だからとか言ってる、まあ音声は遮断されてるんですけども、僕は心の声でまず本当の人口からっていうことを伝えてた時に、僕も本当の人口は無理な方だからってこう笑いながら言ってたのを見ると、もう本当にもうどうしたらいいのかもう分からない状態です。政権の時になんとか、まあ、2035年にガソリン車の生産停止、一応東京都の方は2030年に、販売停止というような形になってたと思います。あの2030年で日本全国くくっておいた方がいいと思います。で世界中もそこに合わせて、調整つけてもらった方がいいと思います。ガソリン車、あともう電気自動車も多分いらないです。ガソリンの消費を抑え込もうと思ったらその生産を止めなきゃならない。であと中古車が大量に出回ってますから、あとそれらが乗り潰されるまで、消費がずっと続くっていうことを考えると、これ世界全体ですよ、消費がずっと加速している状態は変わりがなくなってしまっている状態になりますから、まあそうしていただきたいなというところです。まあ いろんな話複合的にたくさん詰め込んで、お伝えしましたけども、スクエアエニックさん自体会社の改革ができているのかどうか、一応イさんも同じようなこと言ってだと思うんですよ。そのニーアオートマタだとかレプリカントだとか、そのストーリー構成を見た時に、あこんなものを作っていたのかと。あの黒着ている時って、まあ、だからまあ出てる作品のそのなんか黒着てたりしてる時点で何かこう悪いことをしてるみたいな、あの白黒を決着をつけると思うんで、だからまあ佳子さまにも、黒は着てほしくない、で黒着て現れるっていうのは、まあ昔風の人の考え方でどうしても縁起が悪いっていう方向ですね。だから井上尚弥選手のお父さんだと思われる人も、まあ、元々してる業界自体が正直怖いといえば怖いんですよ。一般人の感覚からすると、その人を殴る練習をずっとこう積み重ねてきた人たちですから、何かあった時にこちらは止めれるかって言ったら止めれないですし、自分を守れるかって言ったら守れないですから、やっぱり直感的にも怖さを感じるんですよ。でそれプラスその黒い服の状態で、来られるとかなり怖いです。それプラスこの間の9月5日の裁判の件言いますね。その日睡眠時間2時間しか寝れてなかったんですよ。でそれ何が問題なのかよくわからないんですけども、裁判所の裁判官と書記官の人はかなり顔きれいになってました。
なんかたくさん寝れてるのか何なのかよくわからないですけども、こちらは睡眠不足になって向こうはたくさん寝れてるの か, だからいろんな意味でそれ、いや行政の人がそんな悪いことじゃダメでしょっていうのが普通の考えじゃないですか。だから、今日僕はどちらかというと睡眠不足なんですよ。で、警察の通報で基本的に大谷翔平選手のホームランも47号、48号打ってるんですけども、今日3本ホームラン打ってるんですよ。で、昨日にちょっと相談みたいな形で、有馬警察署の方に電話して、その先ほどのスクエアニックスの作品の話だとか、別件のことも含めていろいろ相談して、通報したりしてたんですけども、それで多分今日打ててるんだと思いますけども、多分今日僕睡眠不足なんですよ。一応大谷翔平選手が前日の VTR で、それだったら寝ててっていうことを言ってるシーンが一応見れたんですね。それはニュースウォッチ9の方なのか、報道ステーションの方なのか、どちらなのか、ちょっとよくわからないんですけども、それによって今日の朝の試合時間は朝の日本時間の5時40分ぐらいからの試合開始時間なんですよ。で、昨日の晩夜中寝れたのが2時ぐらいなんですけども、2時過ぎぐらいに、2時半ぐらいにもうすぐ1回起こされてるんですよ。で、次目覚ましたのが朝の7時ぐらいで、だから睡眠不足で言えば睡眠不足。その後、晴山整骨院に車のドアバタンの音が聞こえてきたりしていましたから、頭の中のピューピューとかが始まって起こされてるのか、それか晴山整骨院からの車のドアの音バタンで起こされたのかわからないです。で、こちらの部屋に移動してきて、こういうような座椅子のところに、タオルかけて、寝転がっていたんですけども、それでうとうとしながら、うとうとでもいいから、とにかく体を回復させなかったら、どうしようもならないんで、で、ちょうど今日は金曜日なわけじゃないですか。で、ゴミの収集、生ゴミの収集とかで、生ゴミを出しに行く人たちが廊下通ったりとかするんですね。だから、それはそれで寝にくい環境っていうのがあって、で、あとはボクシングの大橋会長って公用病院の松川医師という医者だったんじゃないかなっていうところは正直あります。で、どの辺のところから変になったか、エネルギーの残存問題とかでって考えると、公用病院に通院するように言われて行き始めたのが2004年で、それは警察官からの指示で、その前に2003年ホテルオークラで、ちょっといろいろありまして、別に暴力とか何も振るってないんですよ。で、多分それ引っ掛けられてるんだと思うんですよ、僕は。で、2004年から公用病院へ通院始めて、松川医師でしょ、で、大橋会長、ボクシングでだったとするのであればですよ。で、2006年に東京都政の条例で、オリンピックに関する基金の条例が出来上がってるんですよ。だから2004年から2005年の間、2005年の秋ぐらいから再び働きに出て戻って、働きに行くぐらいだったら通院しなくてもいいとか、なんかそんなわけのわかんない状況だったんですよ。だから仕事の接待数とかエネルギーの残存量問題を考えたら、生活保護者でいてくださいの方なんですよ。で、経済的にもその方がいいんですっていうのは、中小企業とか最低賃金上げるだけで、今最大600万円の支給だとか、それと別に雇用助成金だとか、他にもいろいろあるんですよ。そう、お金使って何とかしてるだけで、あと国の、お金の使い方とか見てもらったら分かる通り、お金の使い方めちゃくちゃなんですよ。で、そちらの方がエネルギーをたくさん消費してる。で、本当の人口を言いたがらない。もう解決しようがなくなるんですよ。で、これ、
2030年とか35年にガソリン車の生産停止っていうことであれば、小泉進次郎氏、彼が総理になったぐらいの年代にこうセッティングされていそうな気がするんですよ。で、そういうようなことを、昔フルーツアラパークで小泉純一郎さんが言っていたかどうか、もしくは僕は言っていたかどうか、多分小泉純一郎さんが総理の時にガソリン車生産を成し遂げなければならなかったと思うんですよ。一世代多分遅れてしまってると思うんですよ。まあ、その当時の僕は二十歳前後でしょうから、まあそこまで対応能力あるかっていうとまずないですし、まあ小泉進次郎さん、彼に関しては僕と5歳ぐらい年齢離れてるんでしたっけ、僕より年下の方なんですよ。だからそれはその当時は高校生になりたってぐらいだったんじゃないですか。それかもしくはまだ中学生ぐらいだったんじゃないですか。だから、まあ対処能力なんかあるわけないですし、もちろんそこに責任なんか持たせれるわけでもないですし、今なんか負け、すべての元凶はフルーツラーパークやとか何かそういうふうな声が聞こえてきてるんですけども、それもね、もう当時の当事者なんてもう、それを決めた議員さんの人たちはこの世にいないわけじゃないですか。で、もともと町づくり課出身の人間は市長とかになったりしてるから、物事めちゃくちゃになってるのであって、ずっと公共事業しっぱなしで。それを、町づくり課から出てきた人間は、議員になってはダメだとか、建築業界からはとか、そういうふうなルールがなかったら無理だと思います、本当に。君が入院とかいうふうな声が聞こえてきてるんですけども、違いますよ、全然。その病院関係だって、行政の関係の人間の金稼ぎの、一つのルールだったわけですから。フェイクの、薬を販売してたとか、あとは、本当は人権的に言うと、打ってはならないものを、打ってしまってる、精神を生産されなくなる薬だとか、多分逆バージョンの女性バージョンのものもあるんでしょう。じゃあ結局人減らしを行ってそのエネルギーの残存問題を解決なんかしようとしたって全然効果ないんですよ。自動車乗ります人たちが増えてるから、余計乗れたんですけど、精神的にしていいことと悪いこと、そんなもの法律見なくても話聞いただけで分かるんですよ。そんな形でお金儲けしちゃダメだなって、例えばテレビに出てる報道陣の人たちには言われたら困ることだと思いますけども、嘘を言ってまでお金稼ぎしたいですかって、嘘の災害情報まで言ってまでって、嘘のニュースだけでも性質がかなり悪いのに、さらに嘘の災害情報までって、だからそういうふうなことまで全てひっくるめて考えると、だからまあ正直言いますと、だから東京都で生まれ育った人間の感覚と多分地方で生まれ育った人間、だからまあ頭連ビデオとか置いてるようなレンタルショップとかなくて、あとコンビニエンスストアも、関係の雑誌を置いてない、あと本屋さんも。そういう環境で育ってきた人間と、じゃあ全然違うと思うんですよ。考え方とか、していいことと悪いこととか。自分がそういうふうな目にあったらどうするだとか、自分の子供がそういうふうな目にあったらどうするだとか、そういうふうな意識とかが、大きく欠落してる。なぜならそういうふうな業界のことを今まである程度認めてきてしまった人たちの、まあそれを利用してお金稼ぎをしてきた人たちの一番多いところが東京都だったり大阪府だったり、まあ神奈川県だったりだとか。京都とかも結局、もうこれ本音で言いますけども、幕府とかがなくなってからやっと正常化が始まったんじゃないですか。だから行政のトップとかが集まってきてるところが一番お金持ってるじゃないですか。で、そこに本社が集まってきて、富裕層が集まってきて、で、お金を使ってやりたい放題をしてしまう。その辺のところを、
改善する部分でも、その、まあ、新ニーサについても、まあ、あれだけはっきりしたことを僕は言ってたわけなんですよ。で、インターネットでももうそれはもう昔からはっきり分かってることだから、ISA、ISA っていう形で、まあ、日本語で当てはめられていて、留学生のこと。で、NISA はそれに N がついて、NISA だけで。で、エネルギーの残留問題を考えたら留学なんかしちゃダメだったんだっていうことなんですよ。で、そういうふうな話は、先に先人の人たちの国会議員の人たちからそういうような話は僕は二十歳ぐらいの頃から聞いていて、でもっと僕は子供の頃に英語なんか覚えない方がいいっていうことを僕は教わってたんですね。ある程度の年齢、まだ二十歳前後ぐらいの人にですよ、英語なんかあんまり覚えてしまうと海外行かされるって。だから知ってる世界がみんな本当の話を聞き始めるとこれ真逆だなっていうことに気がつくんですよ。だからエネルギーをたくさん使い込んだ人たちの方がまあプラスそこには税金も一緒にくっついてくるわけですから性質的に悪いで、まあちょっと皇族の人たちをかばうようなことを言おうかなと思ったんですけども、それは思ったんですけど言わないようにしておきます。それを言ってしまうとその海外留学が結局止まらなくなるでしょう。だから去年も中貨物さんっていうそのスタッドレスタイヤのトラックの積み込み積み下ろしの仕事をしていて、そのミャンマーあたりの国から来てる留学生の人たちが働きに来てたりしてたんですよ。もう結構ある程度の年齢の人ですよ。で、まあ、たどたどしい日本語ですね。まあ、また母国に戻るっていうことはおっしゃってたんですけども、人材派遣会社を通して働きに来ていたりだとか、それが世の中の現実ですから、その2つの言語をそんなに流暢にそこの国の法律まで照らし合わせていても、もう、日本語で日本人で日本のことだけでももう僕はもう手一杯であって、法律だけでも法律の移動があるわけであって、第何条のものが例えば放送法の第6条の2がなぜか108条に移動していたりだとか、防災に関する放送ですよ。もうこのコロ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 法律の位置変えられたらこれもうお手上げ感しかないです。いやだからまあまあ佳子さまにとってもその最後に A2 みたいな形にされて私だって嫌だっていうような、まあ、そういう立場ではいていただきたいとは思います。もうこれ見たらわかるからというような形で、まあ、そういうような話も込みで、まあ、スクエニックさんはロマンシングサガ2とか、3とかのリメイクに今、まあ、動いていて、まあ、今もうそろそろ販売されるんですかね。だから、ゲーム業界って探せば変な作品結構いっぱいあるんですよ。いやこんなきつい作品 いらないでしょうっていうのは、誰がこのものを喜んで、お金出してプレイするのって、内容はもうきつすぎるんですよ、ストーリーが。だからそういうふうなところ、まあ今回の件はそのゲーム業界も過度な露出をしてるものに関してはもう一切発売禁止で、その売り上げ上がる上がらないってもう人口は少子化が進んでるからであって、それに頼ったところであんまり効果ないですから。だって根本的に人が減ってるんだからもうどうしようもないじゃないですか。だからそうじゃなくて良い話とか良いストーリーとか、このゲームしていて良かったなっていうような思われる作品を作ればいいっていうことになるんですよ。するだけのお金を払ってまでするだけの価値があったなだとか、あとはもうそこの金額に見合うかどうかとか、まあそういうような部分とかありますが、まあ我が天下と我が天下戦国風に関しては、まあ人にもよると思うんですけども、これはちょっと
行き過ぎた作品だったなっていうところ、値段設定っていうのはあります。以上です。だいぶお話長くなりましたけども、まあ、今日の阪神タイガースと横浜 DeNA 戦も特別取り組む気もありません。でそれはホームページに記載しています。だから日々ホームページは IKSK の利益の一番は、まあ、試合1回しないかとかに見ていただきたいなと思います。まあ、どういう状況かをお伝えしました。考えるだけで軽い音とかが出てきたりとか、もうその時点でですから、まあ、矛盾しているのは矛盾していますし、まあ、言ってきた内容とで、もう正直もうこの状態だったらもうどうなるかなのところで、もうほぼ、まあ、口に出してはまだ言いたくはないですけども、まあ、今どうなってるかが分かるじゃないですか。いや、エロ業界の総本山は東京都で、でもともと東京都の人間が取り締まらなきゃなんないのに、なぜ東京都のチームは今首位にいるんですかって、優勝回数を揃える話もそうですし、最下位の数も揃える話、それを法の下に平等であって、ちょうどその話の方がちょうどいいんですよ。エロ業界とかずっとのさばっていたのが一番多かったのが東京でしょって、地方で彼阪神淡路大震災とかあって、さあそういうものを友達から渡されたりとかして見ていた時期もありましたと、もうこれフルオープンの話をしましょう。テレビの放送の仕方とかがああいうような形だったら、見ていいものなのか悪いものなのか年齢制限のところで、判断狂ってしまいますから。だからそういうふうなものを見ることによって、そういうふうな業界がのさばってるところを見ることによって、人間の感覚っていうものがおかしくなっていく、おかしいじゃない、変になっていく、異常になっていく。で、自分が強制わいせつされてから、けどそうじゃないか、二十歳ぐらいの頃から、そのオークシンビルの下のところの、レンタルショップは潰してますから、この辺だけでも岡場とタオ時間だけの蔦屋だけでも3軒潰してますから、だそれをした後、周りとかで助けてくれる人とか、広い人脈がある人間じゃなかったら、水面下で動いてくれる人たちとかいなかったら、あと警察署とかに自分の名前とかまず覚えてもらって、どういうふうな被害者だったかっていうことを認知してもらえなかったら、もう最悪ですよ。その手のエロビデオだったかな、エロ DVD だったかな、捨てても家の中戻ってきてますから。最悪ですよ、本当に。で、その業界関係のところのキャバクラとかに、上の人間に、疲れた人間に連れて行かれたりだとか、それもテレビ局の人間、出演者との結婚話、云々の話とかはされてるんですよ。で、そういうところに、テレビ局の方に行くのかなと思ったら、三宮のそういうふうなところに連れて行かれて、わからない。で、テレビ局の出演者っていう範囲だけで考えると、どの程度の範囲までの人間がそういうふうなものに出ていたりとか、そういうようなキャバクラとかで働いていたりしたのか、これも分かんないんですよ、全然。アナウンサーだから全員安心していいかって言ったら多分違うと思うんですよ。いや、普通まともな人間だったら、災害のフェイクニュースまで放送してお金稼ぎできますって、僕だったら自分から断りますよって。職業選択の自由がありますから、法律で。でも確信犯ですよ。ちょっとこれ以上話長くなっても、話するのもうこれぐらいにしておきます。だから今日正直、大谷翔平選手が3打席連続ホームランだとか、51盗塁だとか、そういう51本塁打、51盗塁に関して見ても、まあ、あまりというか、まあ、特に嬉しいっていう感覚はないんですよ。もうそれよりも、寝させてほしいとか、まあ、彼は前日から試合開始時間、日本時間では自分、5時40分、分から試合開始されるから、あ、これも言っとかなあかんなっていうのが翔平も分かっていて、
それだって見といてっていうことを言ってるシーンがあったんですけど、だから相互関係があるのか何なのか、もうコンピューターの世界もこれもう人間の手に負えるような状況じゃないですから。ただしもうこれだけは言わせてくださいね、いまだにお金払ってもらってない、絶対僕は一番の被害者です。これはもう絶対まず間違いないです。一番ものすごい被害を被ってます。以上です。